桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。おっと、逆に捉えた。パンチで返します。引き起こします。組みに行きます。あっと、そのまま投げてまいります。起こします。ロックアップ、返してまいります。ガードします。膝へのキックです。フロントからのキック、キック攻撃を行います。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。組み合います。切り返します。あっと、キャッチした。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。ストンピング、蹴りつけてまいります。ブロックします。キックが顔面を捉える。気合を入れてまいります。スタンディングを取らせます。掴んだ、振りほどきます。掴みます。ストマックへの攻撃であります。片方を振り下ろしてのキック、ここでタッチです。腰を落として逆エビ固めの体勢です。行くのか、ロープに振って全身でぶちかましてまいります。このポーズです。起こしてまいります。おお、架空を見上げたか。あっと、キャッチした。おっと、足を決めていった。ここでロープブレイク、ガチッと組み合った。そのまま締め上げる。いけるか、ボディスラムで叩きつけた。ドロップキック、絞り上げる、強烈、ロープに逃れました。組み合った、強烈に締め上げる。あっと、逆に捉えた。エルボーを打ち込む、腕をフックした。ボディスラムで投げつける。コーナーに登って、起こした、ハイキック。あと寝れちゃいか、そのまま体固め。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。あとフック、フィニッシュに持ち込むのか。ストーン、あと逆に捉えた。円錐蹴り、気合を入れた。あとキャッチした。テイクダウンを奪った。強烈逆肩エビ固め、ロープブレイク、腕を取った、外した。さあタッチ、抱えた。フロントからの投げる、転じる、立たせていく、ガードした。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、させません。あと逆に捉えた。あと逆にパンチ、ハイキック、側頭部、組み合った。あと切り返した。
ストッピング、ガクッと組み合った、対角線に飛ばした、エルボー強烈、いけるか、バット逆に投げていった、抜くのか、脳天かちまった、パイルドライバー、後ろ回し蹴り気味のフライングニエルキック、決めに行くのか、逆ウェブで一気に反り上げる、抱かれました、ここでタッチだ、蹴っていった、バットキャッチした、エルボーを入れていく、一気にいくか、エルボーで切り返す、蹴りをぶち込む、カバーした、岩壁の母の胸に抱かれました、ここで持っていくのか、ブロックした、チョップを落としていく、チョップを落としていく、あっとドロップキック、トップロープを奪う、コーナー最上段からドロップキック、引き起こす、バックに回った、エルボーで返す、掴んだ、膝頭を入れていく、
奥歯を噛みしめた。チャイニーズノーテック打ちパイルドライバー、一気に料理するのか。バック当たって反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。ストンピングを叩き込む。ガジェット組み合った。コーナーに振ってエルボー。ニールキックがこめかみに入った。決めに行くのか。ニーリフト強烈、強烈キック攻撃。起こした。一気に料理するのか。フライングニールキック、立たせていく。ハイキック側頭部、あっと返していった。組み合った。かわず落とし、カバーした。ロープに逃れました。ここでスイッチ、組み合った。逆に返した。抱えた。網打ち式の原爆型、3つは入りません。担ぐか。あっとエルボー、そのまま足を取った。岸壁の母の胸に抱かれました。抱えた。あっと返した。掴んだ。あっと逆に切り返した。ストンピングを叩き込む。強烈に決めていった。ロープブレイク、首根っこを掴んだ。さあ人間サンドバッグ現象か。ここで持っていくのか。チョップを落としていく。そのまま体が固め、がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。このあたりまさにプロのレスリングであります。あとパンチです。あります。いや序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。あっと逆に捉えた。足を殺してまいります。グーパンチです。バックを取ります。フェイスクラッシャー、組みに行きます。フライングメイヤー、ゴツゴツした鈍い音が響きます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。腕をフックします。キックを打っていきます。ナックルを打ち込んでまいります。対角線に飛ばした。華麗な空中殺法、そしてド派手な大技を使いこなしてまいります。この男、常にファンの期待に応えるそのファイトスタイルは、まさにジュニアヘビーという枠そのものに光を当てる存在といっても過言ではないでしょう。トップロープからメダルを落としていった。相手を挑発してまいります。フロントからのキック、蹴りを見舞ってまいります。投げてまいります。館内がどよめきます。いやらしい攻めを見せてまいります。
腕を回します。バックに回ります。エルボーで返す。バックに回った。バックを取り返す。逆にバックに回った。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。抱き起こす。コーナーに登って、バッとミサイルキック。さあガッチリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。晴れてブロックした。膝を狙っていった。バッとキャッチした。あっ、逆にパンチ。組み合った。ロープに振った。五臓六腑に染み渡る。これで決まったか。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。ラックパタム。さあ決まるか。ロープに逃れました。首根っこをつかんだ。あっと、バックに回った。あっと、耐えた。放っていくのか。コーナー最上段からドロップキック。どうか。ロープに振って、きちん進化。起こした。バック当たって体を取り返す。フェイスクラッシャー。顔面砕き。強烈ダブルに。引き起こす。バット逆に丸めていった。ロープブレイク、ロープブレイク。フィニッシュになるか。トゥーカウント。いけるか。逆に振り返した。あっと、エリボガチッと組み合った。コーナーに振った。バット迎撃した。トップロープを奪う。お、高いところから一気に叩きつけた。あ、今強烈でしたよ。エネルギーを落とすな。聞こえてまいります。エルボー強烈。コーナーに振って、エルボー、ストッピング。腕を回した。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。フェイスロック。ここでロープブレイク。対角線に飛ばした。エルボー、エルボーで返す。いけるか。対角線に飛ばした。バット、フランケンをさせない。腕を固めて丸めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた。あと逆に切り返した。カウント3つ、カウント3つ入りました。打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、
どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔をしてますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。対角線に飛ばした、ニーアタック、膝を殺してまいります。ロックアップ、ボディースラム、ラフ殺法に転じます。ブロックします、組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。館内がどよめきます。あっとキャッチした、レッグロックに乗っていった、ロープにブレイクしました、掴んだエルボー。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いや、あのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とかと頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当にありがたいもんですよ。そうなんですか。行くのか、逆に返します、スタンディングを取らせます、チョップであります、組み合います。さあジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤浪辰巳、そしてあの虎選手のようなジュニア伝説を築くため、ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。顔面へのキックです。キックを打っていきます、ボディースラムで投げてまいります、ストンピングを叩き込んでまいります、腕をフックします、逆に投げてまいります。掴みます、させません。行くのか、パンチで返します、組み合います、返してまいります、組みに行きます、逆に振り返した、倒してまいります、ストンピングです、ロックアップ、コーナーに振ってジャンピングにドロップキック、ピンポイントであります、掴んだ、キックで返します、ガードします、エビに固めます、カウントは2つ、掴みます、キックで返します、腕を捉えます。こうやって締められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。おお、首に悲鳴を上げた、首やった、あっと切り返した、抑え込んでロープに逃れました。キック、ガチッと組み合った、ベースバスター、顔面粉砕、カバーの体勢。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。腕をフックした、ブレンバスターで切り返した、後頭部痛打か、読んでいます、まさに読み切り小説。ここでロープブレイク、今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か、エビに固める、ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか、担ぎ上げとの水車落とし、そのまま耐え固め、カウント2で返します、抱えた、10分経過、タイミング外した、
フロントキック、小股に挟んだ、バット返した、小脇に抱えた、バックドロップが綺麗にセンスを広げた。片エビに持ち込む、カウント 2.5、 掴んだ、打ってる方は辛いはずですよ。はい、あっと返していった、気合を入れた、ガードした、一気にスパークするのか、組み合った、リアリティチェック、首から落下式、いやああ、桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。キックで牽制していきます。鉄拳を見舞います。抱えます。スープレックスに転じます。ロックアップ、逆に振り返した、あっと後ろに投げてまいります。ここでタッチです。相手を挑発してまいります。あっとキャッチした、バックに回ります。エルボーで返します。ランニングしたらエルボー、足を狙ってまいります。組みに行きます。後ろに投げてまいります。ストンピングです。立ってまいります。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。腕を取ります。腕を殺してまいります。掴みます。ヘッドを連続で放ってまいります。コーナーに登る、ここは戻ります。行くのか、ロープに振って、こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。スイッチしてまいります。ローを打ち込みます。組み合います。ロープに振った、ストンピング、蹴りつけてまいります。フロントからのキック、間合いを嫌ってまいります。乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。ロープに飛ばした、タックルぶちかわし、ここでタッチです。起こします。あっとリバースで返してまいります。あっと逆に捉えた、こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。ロックアップ、ロープに飛ばした、組み合います。逆に返します。回転してまいります。サンセットフリップ、三角締めで締め上げてまいります。腕を捉えます。
り返します。ドロップキックを見舞ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。スイッチしてまいります。行くのか、逆に振り返して、コーナーにプレスしていきます。気合を入れてまいります。カファリプレス、恐怖の太鼓腹、抱えた、正面から投げていった。すごい音がした、腕を取った。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。ロープブレイク、いけるか。正面から投げを見舞った。抑え込んでロープに乗られました。腕を回した、ブレインバスターで叩きつける。放っていくのか、バッとコーナー最上段から先頭、ここでタッチだ。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、ラフに転じる、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。立たせていく、あっと逆にパンチ、組み合った、逆に返した、ストッピング、フロントに捉えた、スライダーで投げていった、相手を挑発した、起こした、さあタッチ、ガジェット組み合った、あと逆に投げていった、ストンピングを叩き込む、ここでスイッチ、組み合った、コーナーに振った、ストッピング強烈、片エビに持ち込む、ここでロープブレイク、掴んだ、させません、ガジェット組み合った、あと逆に返した、抱き起こす、レディグリー、首から突き刺さった、バック当たって、今頭打ったんじゃないですかね。脳天下だか打ちつけたか、あっと返していった、エルボー強烈、引き起こす、サイドを取った、サイドからバックドロップ、足を狙っていった、15分経過、15 minutes gone。 合体のトランプバスター、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、ジャブを打っていく、腕をフックした、膝を突き上げていった、いけるか、締め上げていった、ハンマーパンチ強烈、振って、あっとブラリアット、なかったらロック2だ、岸壁の母の胸に抱かれました、あっとキャッチした、エンジン蹴り、固めていく、
桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、起こします。ロックアップ、投げてまいります。気合を入れてまいります。掴んだ。ハンマーが襲ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。組みに行きます。逆に振り返した。タックルでぶちかまします。ガードします。ストンピングを叩き込んでまいります。立ってまいります。行くのか。ロープに振って、僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。なるほど、そうだったんですか。抱えます。ボディースラムで投げてまいります。このあたり決まり具合いかがですか？まだ入ってませんね。掴みます。ラフファイトを得意としてまいります。この男、まさにストロングスタイルなどクソくらいといったところでありましょうか。さあ、今夜もリングが荒れてくるのか注目であります。張ります。組み合います。フライングメイヤー、地味なんですがこういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、あっとキャッチした。足を狙ってまいります。引き起こします。このあたり投げ技どうご覧になりますか？そうですね、引きつける力の運び方がうまいですね。お手本通りじゃないですかね。ああ、そうですか。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。腕をフックします。スープレックスに転じます。コーナーに登る。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。相手を挑発してまいります。打ち込んでまいります。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。逆さ押さえ込み、ゴールを決めします。行くのか。いやらしい攻めを見せてまいります。ストレッチ系の技に転じます。掴んだ。ラフに転じる。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。ハンマーを落としていく。勝ちるか。フロントキック、担ぎ上げるのか。打たせない。組み合った。正面から投げていった。さあ、首をかっきった。あっと、逆に捉えた。そのまま倒していった。抱えた。五臓六腑に染み渡るリッコルヒャー。ハンマー気味のパンチ、腰を落とす。エルボーで返す。ラリアット、エルボー強烈、エルボードロップ強烈。腕を回した。ブレンバスターで投げつける。ガジェット組み合った。あと固めていった。3つ入りません。
足を殺していった。全体重を乗せたエルボー、いけるか。逆に振り返した、ドロップキック、一気稼いに行く。あっと、そのまま後ろに投げていった。抜くのか、パイルドライバーがぐさりと突き刺さった。蹴っていった、ここで持っていくのか、組み合った、逆にロープに振った。背骨に打ち据える、全体重を乗せたエルボー、足を決めていった。首根っこを掴んだ、ハンマーパンチ強烈、いけるか。逆に返した、小股に挟んだ、ハンマーを振りかざす、ガチッと組み合った。あっと、切り返した、いけるか。コーナーに振った、首をかっ切ったか、スリーパー落とすのか、念仏を捉えた、パワーバル後頭部通だ。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。あっ、逆にパンチ、あっと、キャッチした、バックに回った、すごい形相で締め上げていく。ハンマーを振りかざす、抱き起こす、腕をぶん回した、ラリアット、エビに固める、ロープに乗られた。15ミリッツゴー、ラリアット強烈、エルボー強烈、腕をフックした、正面から投げを威張った、コーナーに登ってダイビングギロチンドロップ、頭を掴んで、あっと、急所攻撃、あっと、ラリアット片エビに持ち込む、青コーナーより挑戦者チーム選手入場。さあ、1打席1が3にも4にもなる交代、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。赤コーナーよりチャンピオンチーム
選手入場。星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。組に行きます。ロープに振った。グラウンドでの攻防に持っていきます。組み合います。切り返します。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープブレイクです。そばっと立ってまいります。ロックアップ返してまいります。踏みつけてまいります。あと逆に捉えた円錐切り、ストンピングです。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。バックに回ります。あっとエルボー行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。メキシカン式の締めを見せてまいります。腕を回します。逆に投げてまいります。あっとキャッチした。足攻めに転じます。スタンディングを取らせます。逆に切り返します。逆に返します。スイッチしてまいります。テイクダウン、おなじみのポーズです。ローリングしてのキック、ロックアップ、下から返してまいります。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。コーナーに振ってカウンターで切り返してまいります。高々と抱え上げてそのまま真下に落とした。このあたり決まり具合いかがですか。まだ入ってませんね。顔面へのキックです。足を殺してまいります。ブロックします。打ち込んでまいります。掴んだ、させません。フロントからのキック、組に行きます。あと返します。この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。このポーズです。リング内に戻ります。組み合います。ロープに飛ばした。ショルダータックルで倒します。ショルダークロー、肩口を締め上げます。ロープに逃れました。こういう技なんですが、
次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ逆に倒します。フェイスクラッシャー。リング上は逆片指固めの体勢。ドロップキックを見舞ってまいります。ガードします。サイドを抱えます。ニークラッシャー。膝砕きであります。ロープブレイク。10分経過。腰を落とします。打たせません。ドロップキックを放ってまいります。起こしてまいります。相手を挑発してまいります。裏カンナラで固める。カウント2つで返してまいります。ここでタッチです。行くのか。切り返します。ストンピングを叩き込んでまいります。カバーに入ります。ロープにブレイクしました。おお、架空を見上げたか。起こした。ダブルでいった。バックドロップ。あっと、そのまま膝十字。ここでロープブレイク。逆に捉えた。あっと円錐切り。引き起こす。バックに回った。エルボーで返す。一気に料理するのか。トップロープを奪う。ミサイルキックが発射された。場外に移行した。一気にスパークするのか。腕をフックした。 DDT 脳天。トップロープを狙う。無人島に漂着してしまった。組み合った。逆に返した。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。いけるか。あと返した。引き起こす。掴んだ。エルボーで切り返す。抜くのか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。放っていくのか。ダイビングしてるショルダー。このポーズ。念仏を捉えた。させません。バック当たって、あっとエビ固めで丸めていく。岩壁の母の胸に抱かれました。ここでタッチだ。ブ
後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。起こした。ローリングスバット。硬いの。これはバスター。場外に降りる。リングに戻ります。ハイキック。抱き起こす。決まり具合いかがですか？これは綺麗に決まってますよ。ガードした。あっと返していった。トラースキック。トペを完攻。立たせていく。キックが顔面を捉える。そのまま腕を決めていった。起こした。シャイリーグウィザード先行魔術師。あっとキャッチした。リングに戻ります。ブロックした。さあタッチ。エビに固める。ロープに逃れました。腰に手を回した。さあマンジが食べる体勢だ。ロープブレイク。蹴りをぶち込む。奥歯を噛みしめた。サンダーファイヤーで叩きつけた。ロープブレイク。あっと円錐切り。立たせていく。バックに回った。ジャーマンスープレックス。ロープブレイク。ロープブレイク。いけるか。強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。背後からキャメルクラッチに行こうぜ。ロープに逃れました。ピッコルヒャー。サンダーファイヤー。ドーン。ここでロープブレイク。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい。ハンマーパンチ強烈。エルボーで返す。逆にバックに回った。アイオンを取り返す。あっと裏 DDT だ。組み合った。逆一本。ロープに振った。ドロップキック強烈。さあサバイバルはどっちなんだ。この戦いのジャンル密林のオートドルドはどっちなんだ。四季ウイングで固めていく。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。引き起こす。組み合った。ロープに振って、あっと顔面か。起こした。ラッシュの嵐が襲う。抱き起こす。首をかっ切るのか。腕を回した。スイートヘルカップリンバスター。カウント3。
青コーナーより選手入場。さあ、全身フルメタルジャケット、自慢のボディを保持しながら入ってまいりました。赤コーナーより小原道義入場。さあ、何事かがなり立てながら入場してまいります。刀剣小原道義であります。さあ、桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。パンチで返します。小脇に抱えます。バックで叩きつけます。フロントからのキック、組み合います。ブロッキングヘッドラック、あっとエルボー、あっとキャッチした。足攻めに転じます。気合を入れてまいります。組みに行きます。返してまいります。スタンディングを取らせます。蹴りを見舞ってまいります。張ってまいります。ロックアップ、サイドバスターで落とします。2位を落としてまいります。このポーズです。逆水平を打っていきます。キックを打っていきます。腕をフックし外してまいります。掴みます。逆に返します。こういう打撃系の技はね、それをガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。バックに回ります。膝を打ちつけてまいります。雄たけびを上げ、ニードロップ、掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。あります。蹴ってまいります。腕を回します。蹴りを見舞ってまいります。行くのか、逆に倒します。行くのか、逆に振り返して意地を打ち込んでまいります。ラフ殺法に転じます。ブレーンバスターに取ります。逆に投げてまいります。スコーピオンデスロック、サソリ固めです。組みに行きます。コーナーに振った。ランニングしたらエルボー、起こします。バックを取ります。エルボーで返します。バックドロップの体勢、エルボーで切り返す。トップロープを狙う、ミサイルキックで発射された。引き起こす、ジャンピングに苦しいですね。いけるか、ロープに振った、
ますよ。首をかっ切ったか。起こした。あっと逆に捉えた。あっと叩きつけていった。チョップ強烈。キック。掴んだ。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。抱き起こす。抱え上げて頂点から落としていった。一気にいくのか。おお、架空を見上げたか。スコーピオンデスロック。サソリ固め。ロープブレイク。足を殺していった。あとキャッチした。そのまま叩きつけていった。立たせていく。バックに回った。バックドロップ。綺麗にこう描いた。起こした。組み合った。あと逆に投げていった。湧いてこい俺の力。抑え込んで。ロープブレイク。ロープブレイク。ガチッと組み合った。10ミリスコーン。バット逆に返した。首根っこを捕まえて強烈に叩きつける。バット逆に捉えた。打たせない。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。片指に持ち込む。ロープに逃れた。抱えた。フロントキック。チョップ。すごい顔で打つ。ジャーマン危険な角度。はがきで危険な膝。引き起こす。あとはがきで本当に無用の一撃。桃田さん、
会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ロープに振った、あっとエルボー、起こします、組み合います、フライングメイヤー、ストッピングを叩き込んでまいります。ロックアップ、ロープに振って、フロントからのキック、組みに行きます、逆に振り返して、キチンシンク胃袋攻めです、起こしてまいります。ボディースラムです、ラッサンボーに転じます、ラリアット、あと逆さ釣りにしてまいります。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね、まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。フロントから叩きつけます、引き起こします、キックを打っていきます、掴んだ、ヘッドを連続で放ってまいります。さあど真ん中を突き進んでまいります。革命戦士長州力、マグマのような闘志をゴツゴツとぶつけていく、その試合スタイルは現代の華やかなスタイルとは逆行しながらも、まさにプロレスのど真ん中を行く。ドロップキック、ストッピング、立たせていく、パンチ、腕をフックした、ブレインバスターで叩きつける、抱き起こす、これは強烈ですね。そうですね、いきなりやっと投げ倒し、引き起こす、あとキャッチした、強烈に叩きつける、抱えた、させません、組み合った、フロントから叩きつけた、片エビに持ち込む、ロープブレイク、蹴っていった、首根っこを掴んだ、厳しい攻めを見せる、ガジェット組み合った、そのまま締め上げる、ロープに乗られました、足を殺していった、いけるか、強烈に締め上げる、ハンマーを振りかざす、戦闘強烈、腕をフックした、あっ逆にパンチ、組み合った、場内に落とした、スコーピオンデスラック、サソリ固め、あっと顔面に引きました、腕を回した、ブレインバスターで投げつける、リングに戻ります。掴んだ、あっと返した、あっとパンチ強烈、さあガッチリ決まった、これはちょっと苦しいですね、奥歯を噛みしめた、ノーテック打ち、パイルドライバー、起こした、腕をぶん回した、